どうも皆さん、お世話になっております、キングコングの西野でございます。早速本題になんですけども、実は絵本をですね、書いてまして、そのタレントが書く絵本だから、なんか、あれなのかなと思われるかもしれないですけど、ちょっと調子乗って絵本なんか書いてましてですね、こういう、例えばジップ&キャンディーがこういうやつで、で、また一番新しい、最新作がオルゴールワールドっていう、今回はこちらは、原案がタモリさんで、絵本、まずこう喋ってもね、あんまりこう説得力がないから、絵を多分見した方が、こういう感じの、見える、わかるかな？絵本、こんな感じの絵をね、絵本をパラパラとこう、こういう感じで絵本をね、書いてるんですよ。それで、ありがたいことに、評判も良くてですね、3冊、こちら、ドクタイグの星空桂馬っていうのと、ジッパーのキャンディーっていうのと、それと、オルゴールワールド、今回出たオルゴールワールド、これ3冊出させていただいて、それで、評判も良くて、ムーブーと押してたんですけども、やっぱ欲が出てきてですね、ウォルト・ディズニーになりたいなと思ってですね、ほんで、そのためには、これ、海外出ないといけないなっていうので、それで、どうしたもんか。で、海外でまず本を出版するっていうのは、多分いろんな声のハードルが多いなと思った時に、そういえば僕は絵本を出す時に原画展っていうのをいつも、日本ではやってるんですけども、その原画が、その絵本の原画ってこういった感じの原画がですね、3冊分、これが、140点近く原画があるんですけど、これを海外に持ってったら、ちょっとこう突破口が見つかるんじゃないかなっていうことで、実はこの度ニューヨークで原画展をしようという話になりましてですね、それはいいなってなったんですけども、それにするにあたってですね、例えば原画展の会場代だとか、原画を運ぶ運搬費だとか、人件費もろもろ、これお金がかかってくるなってなってですね、これ現実的な壁にぶつかったんですけど、その時に今回このキャンプファイヤーさんということのサイトを知って、支援してくださる方をこう募ることができるっていうことを聞いてですね、この度こういう場を設けさせてもらったんですけども、ざっくり言うとニューヨークに連れてってくださいっていうことなんです。本当ね、話すと長くなるんですけどね、とかくね、韓流のああいうのだとかね、いいと思うんですよ。で、アメリカのそういうのとか、もう素晴らしい、本当それはいいと思うんですけどね、なんかね、やられっぱなしの感じが、もう僕はムカついてね、いや、日本人でもいけるよっていうところをね、見せなきゃいけないなと思って、んで、ニューヨーク行ってアメリカ人ギャフンって言わせて、アメリカ人ギャフンって言わせたら、多分韓国の皆さんも、あの辺はもうアメリカ好きですから、うまいかってなるなと思って、とりあえずそこから攻め落としてやろうと思ってですね、ニューヨークで原画展をしたいと思ってます。それで実は期限が迫っててですね、自分のそのスケジュール的にも、2月のね、もう中旬にはニューヨークということなので、このキャンプファイヤーさんのサイト立ち上げて、ほぼほぼこれ2週間ぐらいしかないんですけども、この2週間で、ニューヨークのこの原画展運営資金をなんとかこう集めなきゃいけない。それで、どうぞ皆さんの、お力をお借りしたいなと、本当に思っております。詳しいこの、じゃあいくら、支援してくださった方にはこれっていう詳しい、そういういわゆるリターンみたいなのがあるんですけども、それに関してはおいおいというか、どっか見ていただいたらきっちり出てると思うので、
あの一生懸命あのこういうあこれ我が家なんですけど、あの今じゃあこういうのを作ったりしてます。これはあの今仮で写真用に作ったりしてるんですけども、いくら支援してくださった方には、これとか、いくら支援してくださった方にはこれだとか、それこそ絵も描きますね。この感じの絵を、写真とか送っていただいたら、オリジナルのこの感じの絵を描いたりします。それはまあなかなかやらないんですけど、なかなかやらないで、僕は人に対してやったことないんですけど、一番描くのはやっぱ1ヶ月かかっちゃうから、このサイズのこのペンの感じの絵を描いたりします。とにかくニューヨークに行って、あのアメリカ人ギャムって言わせたいので、あの一つ皆様、お力添えのほどよろしくお願いします。西野でした。